おはようございます、こんにちは、こんばんは。ベンジャミンラボです。今日はですね、以前使っていた PC、 デスクトップ PC を分解していきます。はじめに言っておきますが、私はあまりパソコンに詳しくありません。ただただ分解が好きなだけです。ですので順番、手順ですね、分解の手順などがめちゃくちゃなのはすいません、許してください。ただ誰でもできる、 YouTube などを見れば誰でも分解できるんだってところを見てもらえればと思います。割と簡単だと思います。マザーボードなんかはっきり言って何もわからない人はとっつきにくいと思いますが、私も初めはわかりませんでしたが、なんとか YouTube とかを見るとできるようになりました。と言いますか、結構簡単です。そしてですね、今はこの PC は全く使っておりません。今編集しているのも MacBook で編集しておりますし、私はどちらかというと Mac ユーザーです。ですが、やはり PC いじり、PC 分解、PC 組み立てなどをやっていくと、おのずと Windows PC デスクトップに至ったわけです。それでですね、この左下のかわいい女の子の猫ちゃんの画像、これはですね、ベンジャミンと言いまして、私の飼っている猫でございます。猫が人間化した模様です。はい、それでは早速分解スタートしていきましょう。まずこの PC ですね、はい、見ていただければ分かるように、もう古いです。四角いです。黒いです。そんな大きくないミドルタワーってやつですか。全く分かりません、知識がないもので。はい、でとりあえずね、ドライバーで側面のパネルを外していきます。これが側面のパネルなのかともう分かっておりません。とりあえずネジをくるくるすればパネルは取れます。ネジ2箇所ですね。はい、パネルが取れました。何ですかね、これファンが効くようにするものでしょうか。ちょっとわかりません。はい、もう見ていただければわかるんですけど、ちょっと慣れてないもので画像自体ちょっと小さいですね。めちゃくちゃ見づらいんですけど、今回はお許しください。ここもネジをくるくるしていきます。これドライバーのヘッドにマグネットがついているものだとものすごく取りやすいですよね。そちらの方がおすすめのドライバーになります。すべてにおいて言えることなんですけど、パワープレイ、力ずくで取るということはやめた方がいいですね。これ先に言いますけど、ビデオカード、グラフィックボードですね、これを取る際に私はパワープレイでやってしまい、ピンを折ってしまっています。ものすごい失態です。不慣れなものですいません。はい、この裏のパネルというんですか、ここを取ってグラフィックボードを取っていきます。ちょっとここの部品の名前が分かりません。3回目くらいの分解です。このパソコン自体にメモリーを追加しておりますのと、以前に SSD を追加してますので、その時に少しいじっただけです。ほとんどやったことがありません。ですがまあなんとかなります。
なってしまうのがパソコンですと言ったら怒られそうですが、素人なので本当にすいません。手順なんですけど、まず私はグラフィックボードから撮ろうとしております。これが正しいのかどうかは分かりません。なんか一番手前にあって邪魔そうだったので撮ろうとしたのだと思いますけど、撮れませんでしたね、おそらく。なんか今度は電源を抜いてますね、電源のコード類を。この電源のコード類なんですけど、はっきり言って組み立てられるかどうか微妙なとこです。つくところにしかつかないという理論はわかるんですが、なかなかわかりづらいところですよね。ただ電源ピン8ピンだの24ピンだのグラフィックボードに挿す6ピンなどの種類はわかります。はい、そしてどんどんネジを回して取っていきます。ほとんどの電源のピンを抜いたと思われるので、今度はマザーボードのネジを外してマザーボードを取っていこうと思ってる感じですね。でもこれやっぱりグラフィックボードをまず外した方がいいんじゃないですかね。振り返って思いました。あ、グラフィックボードを外そうとしてますね。はい、裏がソケットになってるのかな。これをピンを取って、ネジをくるくる回して、ネジは右ネジの法則です。右に回して締まり、左に回して外れるという誰もが知っているネジです。はい、裏のなんていうんですかね、これなんか取れましたね、裏の鉄のピンが。でグラボを取ります。このグラフィックボード今すんなり取れたんですけど、これピンが折れています。以前外した時にピンが折れてしまいました。私はグラフィックボードはピンで止まってるのを知りませんでした。はい、このグラフィックボードは NVIDIA GTS250 ですね。全然性能良くないグラフィックボードですね。このパソコンを買ったのがもう10年以上前だと記憶しております。その当時に10万円ぐらいだった気がしますね。フロンティア製、フロンティアってヤマダ電機のメーカーなんですかね。ヤマダ電機で買った記憶があります。その時に10万円ですので、10年前で10万円ですので、そこまで良いパソコンではありません。でも私はこのパソコンでゲームをやろうと思っていました。けど結果的には全くやりませんでした。できませんでしたっていうのが正しいかもしれません。というかこの後すぐに私が結婚をしてしまい、ゲームをやる機会がなくなったっていうのもあると思います。ちょっと早口ですかね。そんなことありませんか。初めてのアフレコ、初めての説明、初めての地声での撮影になりますので、少し聞き取りづらい部分もあると思いますが、ご了承ください。ちょっと硬いですかね。ちょっとそれも分かりません。はい、マザーボードを取り出しました。意外と綺麗ですね。10年前のパソコンにしては意外と綺麗です。はい、四角いですね。なんかかっこいいですね、マザーボードってね。うちの子供たちなんかマザーボードを見ると街みたい、家みたいというような表現をよくしております。家がいっぱい並んでるみたいですもんね、コンデンサーとかがね。はい、特に古いマザーボードは家っぽい、街っぽい感じが私もします。というか古いマザーボードしか見たことありません。ほとんど持っておりません、パソコン自体を。そんなに私のメインは MacBook です。はい、そして次にハードディスクですね、 HDD1TB を取っていきます。
本当はですね SSD240GB を入れていたんですが、このちょっと前に外してしまいました。ですからハードディスクは HDD の 1TB のものをつけております。あらその前に電源を取りましたね。なぜかなんか取れなかったんでしょうね、ハードディスクが。電源はこれ 650W エンハンスっていうんですか、ちょっとメーカーわからないですけど、私汚いですね。はい、エンハンスの 650W っていう電源のようです。全然わかりません。いいのかも悪いのかも全然わかりませんが、ゴールドプラスだの、ブロンズプラスだの、シルバープラスだの、なんかそういうのがあるじゃないですか。ちょっと僕わかんないんですけど、その類の電源ではないですよね。ノーマルと言いますか、普通の電源 650W です。はい、で SATA のケーブル、 SATA のケーブルはあれは買いました、確か SSD つけるときに。で IO パネルっていうんですか、ちょっと読み方が分かんないんで、私は IO パネルと呼んでおります。マザーボードのあのソケット類につけるバックプレートですね。バックプレートでいいんですかね。バックボード、バックプレート、はい。はい、ハードディスク取り出しました。なんていうんですか、これ。読めないですけど。ウィルキンソン。ウィルキンソンじゃないですね。ウェスティンデジタルっていうんですか。ウェスティンデジタルの 1TB グリーンですね。グリーンラベルっていうんですか、わかんないですけど、グリーンラベルのキリン一番搾りは私大好きです。糖質カット、プリン体カットのやつですね。それ系なんですかね。はい、エコ系なんでしょうか。はい、次に DVD マルチドライブ、 DVD ドライブっていうんですかね、それを取っていきます。これね、以前壊れてしまったので交換しております。はい、これハードオフで確か100円でしたね。はい、100円のものに変えております。全然これで読み書きできました。はい、100円のもので十分です。だから色が白いですよね、あのパネル部分が。パソコンが黒いのにちょっとおかしな感じになっておりますが、まあ使えればよしとする感じでございます。はい、バラバラにできました。分解完了です。やりました。誰でもできます。 YouTube を見れば誰でもできる。はい、順序は知りません。適当です。何せ適当です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。